お待たせしました。本日のゲストは照井春子さんです。すごい、おめでとう。おめでとう。ですね、バードさんとブッチーさんとよっちゃんさんとタッキーさんで準備してくれました。それでいいの？ねえねえ、それでいいの？ねえねえ、それでいいの？それってこれでいいの？あ、色？いや、じゃあ、色じゃない。確かに、なんか私ピンク。おー、色じゃない、色じゃない。え、違う。おー、色じゃないな。え、なになになに？わー、ありがとう、嬉しい。ということでですね、ご挨拶しました。今あ、してない。私ご挨拶してないよね。ご挨拶、お名前と、あと、お名前を、とりあえずお名前言ってもらっていいですか、ね、はい、どうも皆さん、あ、緑かな。どうもどうも、こんにちは、こんにちは、てるいはるかです。はい、よろしくお願いします。はい、てるいはるかさんです。早速ですが、本日3月7日でお誕生日を迎えたパルネス、お誕生日おめでとう。ありがとう、今日はですね、ぜひパルニャスを呼びたくてですね、わがままを言って呼んでもらっちゃいました。男らしかったの。何が？あのね、そのさっきね、冒頭で喋ってたけど、うんうん、その話してさ、うん、それで、あ、じゃあ月曜日来てほしいなって言ってて、うん、あ、じゃあ確認するねって思って、私が確認した時にはもう私の決定入ってたの。え、すごい、かっこいいって思ってキュンでした。嬉しい。いや、すごい。打ち合わせで言ったら、佐藤さんがその場で、事務所さんに電話を入れてくださって、それで仮で抑えてっていう話になったんですけど、すごい嬉しかった。なんかね、ともよちゃんの愛を感じた。いや、だって愛知ってる。ありがとう。あ、もう絶対これ、もう今もう本当にね、途中まで行ったところで思ったんだよね。これ言わなきゃよ。なんで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 、はい、嬉しい。え、お誕生日おめでとう。ありがとう。パルニャス、パルニャスに私からお誕生日プレゼントです。え、パルニャス、お誕生日おめでとうございます。いつも優しくて素敵スマイルでいてくれるパルニャスが大好きです。素敵な一年になりますように。あ、ありがとう。大きい、おめでとう、おめでとう、おめでとう。どうした、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 泣いちゃう。泣くの、感受性豊か。いや、ちょっとびっくりした。ありがとう。なんでなんでなんで、あげるでしょ。だってまさかこんな、こんなメッセージついてるの今であるし。ありがとう、びっくりした。嬉しい、すごい。開けるのもったいない。プレゼントしがいがあるってもんですよ。もったいない。パルニャスにもことは本当に好きだから、話せれば。そう、うちのあのチームの、嬉しい、ティッシュなんです。話せレブ大好き。お、じゃあぜひ話せレブをプレゼントしてやってくれ。じゃあ催促したんじゃないの。なんかこう、あ、そっかーって思って、これと柔らかみたいな。CM 来るよ。CM やりなさい。そんなパルニャス、今年の抱負をぜひ教えてもらってもいいですか。抱負、うん、あのね、うん、魔法使いになりたい。お、そんなあなたに。あ、届かない。あげるよ、魔法の杖だよ。なあ、あ、どうしよう、どうしよう。パルニャス、パルニャス、パルニャス、これを踏まえてさ、一個分かったことがあるんだ。なになに。魔法使いは無理だ。無理かな。魔法使いはね、無理だよ、パルニャス。私結構本気なんだけど。だって魔法使いになるには、うん、11歳で魔法学校に入学しなきゃいけないんだよ。え、それってあれじゃない、ホグワーツに。ホグワーツじゃない。11歳で入学届が来るから。そうだね、来なかった、来なかったでしょ。結構しかも年数経っちゃってるじゃない。モグルなんだ。あ、モグルじゃない、マグルだ。モグルって何、モグリみたいな。モーグルみたいな、モーグルって言ったよね、なんか他の作品でね。間違えた、間違えた。マグルね、マグルね。ハーマイオニー系なのね。うん、あ、ほんと。いや、でもハーマイオニーはほらちゃんと勉強しなきゃいけないからさ。トムちゃんハーマイオニーに似てるかも。似てないわ。ちょっと目も似てるし。ウィンガーディムリビオーサよ、あなたのアルビオサーでしょ。なんだよあいつだって言ってる。あいつトイレで泣いてるぜ。
あとペロールじゃなくてドロール。ペロールドロールね。ちょっとずつ可愛い。私はネビルが好きだよ。あ、そうなんだ。僕だけいつもこうなのってなってる。ネビルいい人だよね。ネビルいい人。すごいかっこいいよね、心がね。最後の最後は全部持っていきますからね、うん、ネビルはね。大体ね、毎回ね、持ってくるね。そうそう、コンテンツ的にね、最終章に全部持ってきましたしね、ネビルはね。そうだった？そうだったよ。そっか。だってボルデモート倒したのネビルじゃん。ほんとだ。そうだよ。おめでとう。おめでとう。ネビルおめでとう。おめでとう。何の話だ。何の話ですか、もう本当に。それ以外の抱負は？抱負？それ以外？ないの？うん、あのね、もうちょっと考えて喋りたいなって思って。あ、オッケーオッケー。それはあの、今年の目標じゃないよね。今年の目標。あ、本当に？うん。なんかもうちょっとさ、現実的な話をしようか。もっと遠い話？それちょっと遠すぎるから。あ、そっか。うん、もっと近い話は？近い話、うん、近い話、え、近い話、ね、なんだろうな、なんだろうな、なんかね、元気に行きたい。オッケー、いや、それにしましょう。今年の抱負、元気に行きたい。いや、それにしよう。それならなんか達成できる気がする。もうしてる。今すごい楽しい。ね、うん、そう、よかった。ありがとう。おめでとう。どうしよう、抱負達成しちゃった。もう達成しちゃったね。うん、いいんじゃない、そのぐらいの方が。優しい。優しくないわ。嬉しい。いや、そんなポリネスと一緒にですね、うん、まずは私とポリネスの関係についてもお話ししたいななんていうふうに思うんですけど。おー、どうしたどうした、おー、どうした、うん、おー、どうしたどうした、お、近いな。嬉しい、嬉しい。抱っこしてるのね。うん、嬉しいの。嬉しい。重くない？全然、でもね、中身見たいんだけど、もったいなくてさ。見なよ、見なよ。この子もし破いてしまったらどうしよう。破かないよ、大丈夫だよ、見なよ。ほんと？うん。見ていいの？うん、じゃあそれまでちょっと喋ってるね。ありがとう。私たちが初めて出会ったのはですね、さっきあの、おかけしたキャラクターソング、ゆうきゆうな、あの、いいよ、開けてないか。ゆうきゆうな、勇者であるという作品なんですけど、皆さんにはね、多分そう思ってる方がですね、いらっしゃると思うんですけど、実は、アイカツの方が先でして。ほんとだ。おー、このリアクションよ。そうだそうだ。おーよ、このリアクションよ。でもがっつり知り合ったのがゆうゆうだったからね。その個人的に会うようになったのがっていうか。そうそう、アイカツの時はですね、すごいね、綺麗なお姉さんだったし、全然喋んないですよ、アイカツの現場で。ほんとに、未だに喋んないよね。アイカツの現場は本当に静かな綺麗なお姉さんなんで、もしかしてちょっと怖い人だったらどうしようとか思ったわけ。綺麗すぎてね。そういうのあるじゃない、女同士って。怖い綺麗すぎると怖いみたいなとこあるでしょ、なんかそういうのがあるから、うんうん、なんか怖い人だったらどうしようとか思ってたんだけど、一番、うん、ありがとうありがとう。よかったよかった。まず、うん、その前いいんじゃない？あ、それで、でもね、有給なんでね、ラジオとかも一緒にやらせていただくようになって、本当に素敵な方だなっていう風に気づいて、そこからね、もうだって、あれだもんね、私のお母さんはパリニャスが好きで、パリニャスのお母さんは、まあ、ありがたいことに私が好きでいてくれてるんだもんね。すごい。すごいね、ともえちゃん何かで見かけたりとか、すると、私にね、ともえちゃんは本当に可愛いっていうラインが来る。おー、ありがとう。で、今日も、ともえちゃん本当にありがとうって来て、うん。で、友達に見せて。そう。で、私はパルニャスの携帯から、マルデスのママに、いつ東京にいらっしゃるんですか、ご飯に行かせていただきたいなって思ってるんですよっていう話をさせていただいてます。多分、近々来るんじゃないかな。あ、本当に？じゃあ、その時に、じゃあ家族で、うちの母も呼びますんで、そしたら。ぜひ、もう、ともえちゃんのお母さん、いつもね、メッセージくださるから、ともえちゃんからね、いただいてて、ありがとうございます。好きです。ありがとうございます。よかったです。公共の電波を今ね、若干使用しましたけど。私が今回、あげたのはですね、パルナスがすごく髪の毛も綺麗で長くてっていうのとかもあったりとか、反対っていうのもあってですね、あとほら疲れた時とかにあんまりマッサージとかに行ってるイメージとかも行かない、ね、そんなになかったから、ヘッドスパとか行ったことあるのかなって思ってですね、すヘッドスパ大好きだよ、お家でですね、その洗浄とスパが両方できる、美顔器の会社が開発して販売してる、その頭のこう、ローラーみたいな。そう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 、そうやってやるやつね。いいもう。いやいや、もういいじゃないわ、もういいじゃないわ。あー、来てる来てる。あー、来てる。来ちゃうの？来てる来てる。来ちゃうの？ダメでしょ、来ちゃう。あー、来てる。本番中だからもう、みんなが見てるでしょ、やめ。ダメだよ。おかしいよ、もう。そうなの？あ、ごめんなさい。
いや、なんか一応ね、こう充電してお風呂の中で使えるっていうやつなんで、お姉ちゃんにもね、うん、ぜひ使ってもらって。最近私お風呂好きなの。あ、本当に？じゃあよかったよかった。なんかね、うん、私ね、うん、朝にね、お風呂入る派だったんだけど。あ、そうだったね。そうそう。最近ね、テレビでね、うん、夜入るといいよって言ってて。そうだね、あの、副交感神経が出てくるのを流してくれるからね。だから夜入るようにしててね。あ、ぬるめのお湯がいいよ。はーい。オッケー。だから、ね、物分かりお風呂、お風呂入ってるの夜に。だから使う。ぜひぜひ使ってください。うん、なんかね、シャンプーをつけて、それをやっても、洗ってくれるんだって、毛穴から、ぐーって。うん、もう私ね、シャンプーで手動かすのめんどくさいから嬉しいな。そんな、そんな？もう嬉しいや。ありがとう。本当にありがとう。お高そう、ありがとう。いやいや、そんなことない。前にね、あの、ゆみさんの誕生日プレゼント二人で探しに行った時に、うん、結構その、美容家電を見てて、一緒に見たね、そうそう、で、いろいろ何を見ても欲しいって言ってた印象があったから、美容家電から選ぼうって思ってね、今回はね、ちょっとこのチョイスになりました。すごい嬉しい。よかった。嬉しい。いや、嬉しいです。3年前にね、うん、壊れたの。あ、持ってたの？うん、これじゃないの。もっとね、安っぽいやつ。持ってたの。じゃあ、よかったよかったよかった。そうなの。ほらね、よかった、じゃあ、よかったよかった。嬉しい。さす友ですよ、もうそんなの。やった、さす友。さすが友よ。そうそう。あー、すごいね。さす友ですよ、さす友。さす友だ。はい。お互いの第一印象とか覚えてる？パリナス。ともやちゃんはね、うん、最初ね、もっとね、うん、あれだね、大人だと思った。あの、見た目がね、大人っぽいから、もっと年上だと思ったの。年齢が？そう。そしたら若くて、あ、でも確かに若いよなーって思って。おー、どうした？確かに若いよなーに至るまでのこの経緯が知りたかったんだけどな。見た目がね、うん、やっぱり若いじゃない？すごい可愛くて。本当に？肌ピチピチしてるし。してないよ。可愛いから、うん、そうだよなーって思って、でもなんか現場でのその対応とかが大人っぽいから、うん、すごいね、なんでか大人だと思ってたの。でもたまに言われるね。そう、うん。でね、でも知り合うとね、うん、確かになんだろう、可愛い部分いっぱいあるよね。え、嬉しい！それは嬉しいですね。一緒にテンション上がるし。上がる。上がるよね。ね、いつもゆみさんを困らせている私たちですけれども。ね、すごいね、好き。私、そんな私たちはですね、あの、ラジオもね、一時期。まあ、今も一応やって、てるっていうことにはなってるのかな。年に4回。年に4回なんですよね。ラジオアワードどうなりますかね。どうなるかな。ね、新人賞いいところまで行ってるらしいですね。もう投票終わってるんだよね、確かに。そうなんだ。うわ、ちょっと終わってないかな。これ、あ、コメント流れてる。うわほー。そうだよ。あのね、こちらはね、お金を払ってみてくださっている方のコメントです。大切に。大切にする方。すごい。いや、ツイッターの方も大切だけどね。どうした？うん。あ、そうなんですね。あ、どうしたどうした。そうですか。あ、そうですか、あの、お金、うん、お金の使い方がとても素敵ですね。そうね、友達ちゃんが、でもね、好きだからっていうことです。私も好きだから気持ちわかります。でもね、ここに登録してくれると、私のこの月曜日だけじゃなくて、うんうん、あの、金曜日の夕吉まで全員分見れるっていうことです。センスがありますね。皆さん、本当にセンスがありますよ。これは。よかった、お墨付き出しました。吉田がね、うんうん、吉田がね、先週2回ぐらい遊んだんだけどね。うん、遊んでるな。もう暇さえあれば会いたい会いたいってお互い言ってるんだけど、うんうん、その時にね、なんか、この話したの。あ、来るって。そうそう、うんうん。なんかね、決まったのって言ったらね、なんか、金曜日の準レギュラーって言ってきてっていう。私、金曜日の準レギュラーです。いや、いいと思います。なんで、じゃあ次からはぜひ、金曜日に。え、また、こっちにも来れないの？こっちに、じゃあ、ゆみさん呼んどくんで、あの、じゃあ、パリアス金曜日の方に行ってもらって。え、じゃあみんなで、月金を制覇すればいいんじゃない？4人体制でみたいな。4人体制で？おー、なるほどね。ともやちゃん、私、ゆうきち。本当にお金大丈夫ですかね？まあね、みんな遊びに来るっていう感じでね。いけないいけない。さて、やっぱりね、その、出会いも振り返って、プレゼントもプレゼントできたということで、なんと今日はね、メールもたくさん届いているということで、紹介していきましょう。今夜のテーマはですね、黒沢智也がパルニャスの誕生日を祝うためにやりそうなことはです。ぜひそれでは、紹介しましょう。私が紹介します。やりそうなことはヘッドスパをくれるが正解。正解はね。ラジオネーム、たてこさん、パルニャスの親友、ゆうきちのモノマネでお祝いコメント言うと思います。はっ。なんでそんなこと言うんですか？吉田。吉田です吉田です準レギュラーだって言ったのに。ごめんね。パルニャス。浮気者でごめんね。好きだよ。私も好きだよ。好きだよ。いやでもなんかあれだね。あのなんかなんていうかそう
だ？え、似てる。本当に似てる。よかった。すごいね、今、好きって言ってね、浮気してごめんって言ってね、うん、なんか友恵ちゃん見ながら優吉に言ってるのが面白かった。あ、本当だね。確かに。それはね、そうだね。あの、寝言で言っちゃうパターンだね。浮気相手の時と一緒にいる時に寝言で浮気してごめんって言っちゃうパターンと一緒なパターンだね。いや私悪いやつ。そうだね。さすが罪深い女。ラジオネーム、黒門さんか、ロックモンさんからいただきました。友也さん、はるかさん、こんばんは。友也さん、はるかさん、こんばんはだって。すごい。おごそかだね。おごそかだね。おごそかに思うか。ラジオ、人生初投稿です。おめでとう。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今回のメールテーマですが、ほっぺをつつきながらお祝いすると思います。ぜひしてほしいです。ん？逆かな？はるかさん、お誕生日、おめでとうございます。ともよさん、もうすぐですね。ああ、ありがとうございます。もうすぐだね。じゃあ、ほっぺをつつきながらということで。パルニャス、お誕生日おめでとう。になるけど、なんかこう会う時にいつもこういろんなことを真剣に悩んでたりとか、もう本当にいろんな人を大切にしすぎて自分でこういろんなものを深く悩みすぎちゃったりとかするけど、いつも周りを気遣っていて、すごくお芝居に真剣なパルニャスのことが大好きだよ。好き、ありがとう。私も好きだよ。大丈夫かな？大丈夫かな？一応ホコホコネーム、袋小路の道路小路さん、ともいちゃん、パルニャス、こんばんは。こんばんは。そしてパルニャス、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。さて、本日のメールテーマですが、ともいちゃんがパルニャスの誕生日を祝うために1日限定で本当の妹ちゃんになってくれると思います。パルニャスは実際は2人の姉妹の妹さんということで、二人姉妹の妹さんということで、思いっきり甘えてくれる妹が欲しいのでは？あー、なるほど。てるいともよってこと？てるいともよだね。あー、てるともー、てるともねー、てるともー。お姉ちゃん最近どうなの？お姉ちゃん最近、姉ちゃんね、元気だよ。おやー、指相撲ー。指相撲だ、お姉ちゃんって指相撲楽しい。いけるよ。いくよ、お姉ちゃん、お姉ちゃん、いくよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん強いよ。お姉ちゃん強い。でもお姉ちゃん寂しいからやだな。姉ちゃん今日から一緒に住もう。いいよ。やったー。っていうかお姉ちゃん一緒に住んでくれるの？あのもう一人お姉ちゃんいるけどいい？あ、そっか、うん、いいよ。3人しよう。お姉ちゃん、お姉ちゃんよろしく。今日からてるともです。すげーウェッティさん、黒沢さんこんばんは。そしててるいさんの誕生日おめでとうございます。お兄ちゃんおめでとう。ありがとうございます。私は黒沢さんが誕生日を祝うためにはてるいさんの完璧なモノマネだと思います。あ、お姉ちゃんのモノマネ。二人のてるいはるかがお送りするてるいはるかのファイブスターズ見てみたいですね。しっかりします。しっかりします。それではですね、お兄ちゃんここで一曲、もう一曲かけて
いいよ、お姉ちゃん。うん、お願いね。じゃあ、ここで一曲。今日の三曲目はシャムシェイドで、三分の一の純情な感情。それでは、月曜日のコーナーに行ってみましょう。わぁ、まるまるを落とす方法。毎回特定の職業や所属の人をテーマに、その人を落とすために、最適なセリフを募集します。それでは発表しましょう。今回のテーマは照井遥香さんです。わぁ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 わわ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 わはい、それでは行ってみましょうください。ラジオネーム犬のクララさん、パルニャスを落とす方法。ん、俺、お前とチンジャオロースの肉と野菜みたいな完璧な家庭を作りたいんだ。だから俺と結婚してくれ。うん、うんって言った。うん、いいの。いいよ。チンジャオロースうんなの。チン、ちょこちょこよく分かんなかったけど、うん、ともよちゃんに結婚してくれって言われたから。あ、そっかそっか、そこ付加価値になっちゃうのか。じゃあ、誰だろうな、今いけない人の名前を言いそうになった。いけない人、じゃあ、バーテックス P に言われたと思って考えて。お断りします。すいません、本当に。はい。それ逆の付加価値もつきそうだな。バブモンさんからできました、照井遥香さんを落とす方法。うん。なあ、遥香。なあ、遥香。うん。今夜俺の家でユーリと鍋パするんだけど、はるかも来ない？行く。お、いいですね。落ちた。これは落ちたということなの？これは鍋と鍋。最初から私ともえちゃんに落ちてるからね。だからさ、男 A だとして考えた。男 A だとして考えた。ごめんごめん、うまくいかないな。なるほどね。それは私とゆうきちで鍋パしてたら来るでしょ。来る来る。全力で行くよ。行くよ。もう一つ、もう一つ、もう一つ行きましょう。はい、ラジオネーム遅れてさんから出てきました、パルニャスを落とす方法。パルニャスは木とお話ししたことがあるって聞いたけど、実は僕もなんだ。気が合いそうだね。これってなんで落ちるの？いや珍しいじゃん、木と話がで、いや、木と話ができることって珍しいんだよ。ねえ、それが、実は僕も木と話せるから、君のことが分かってあげられそう。だから、気が合いそうだねっていうところがポイントなの？そう、気が合いそうだね、結婚してくださいってことかな。あ、そっか、ちょっとその後のね、行間読めなかった。ああ。気が合いそうだねって終わっちゃったかな。役者よ。職業なんだい。職業は何なんだい。役者です。役者ですよ。本当に。きっと、最近きっとお話ししてる？してない、ここ数年。あ、本当に大人になってからしてない。そっか、じゃあまあ、小さい頃の、うん、こう特別な力だったのかもしれないね。そうだね。ね、小学校時代の。そうだね。ちょっとね、特殊能力的な。特殊能力だったのかもしれない。トトロと一緒だね。でも私魔法使いになるからさ。多分そしたら。ああ、そっか。そうだよ。多分また会話できるようになる。なるほどね。魔法使いね。じゃあ魔法の力でさ、うん、パルニャスが私のことを落としてみてよ。魔法の力で？あ、うん、ごめんごめん。ウィンガーリアムレミオーサー。私それ浮いちゃう、それ浮いちゃうやつだから。その魔法浮いちゃう魔法だから。エクスペリアームズ。それ飛んじゃうやつだからさ。エクスペリアームズ持ってる武器飛ばしちゃうやつだからさ。持ってる武器が飛んじゃうから、ポイってポイってしちゃうやつだからね。イヤホンが飛んでっちゃう。ボイになっちゃうからね。セクタムセンプラとか言ったら死んじゃうからね、もう。止めちゃう、落とす魔法ね。落とす魔法を、こう、言葉の魔法をかけてほしいの。言葉の魔法？うん。ね。スタート。好き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 好
しいなわけあるか。いや、もともと好きだけどね。言葉の魔法ではなかったよね、今が。拘束力だよね、完全にね。痛いね。はい。よいしょ、よいしょ。ということで。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもたくさんのメールありがとうございました。読めなかった分も、照井さんには、多分、お渡しっていうかね、まあ読んでもらえると思うのでね。ぜひぜひ、これからもよろしくお願いします。それでは次回のテーマを発表しましょう。次回のテーマは引き続きダースベイダーです。うん。
そう。アナキン・スカイウォーカーがね、私的にはね、けしからんのだよ。なので、素晴らしいアナキン・スカイウォーカーに、こう、落としたいっていう気持ちから、ダース・ベイダーを落とすっていうことになりました。わかんなくていいよ。ダース・ベイダーを落とす方法、ダース・ベイダーが使いそうな告白ゼリフを教えてください。以上、まるまる落とすコーナーでした。A&G ネクストブレイクス黒沢智也のファイブスターズ。お送りしてきました A&G ネクストブレイクス黒沢智也と照井遥香ファイブスターズそろそろエンディングの時間です。番組内リスナーの皆さんからお答え、番組の感想、各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールの席はすべて小文字でともやっとマーク JOKR.net ともやのズリは DOMOYO です。また放送終了後にはファイブスターズの公式ツイッターで私の写真とコメントもツイートされますので、ぜひフォローしてください。アカウントは AG_5_STARS です。そしてニコニコのファイブスターズチャンネルの方でですね、生放送終了後にアフタートークをお届けします。今日はですね、パルニャスにもお付き合いいただけるということなので、ぜひぜひ、あの、会員になってない方はですね、登録してくれれば見れるかなっていう感じなので、ツイッターとかをね、確認して、ぜひ登録してみてください。さて、今日はパルニャスこと照井遥香さんと一緒にお届けしました。お、内山由美さんから。あ、今日パルニャスゲストで出てるんだよね。お誕生日おめでとう。またみんなで集まりたいなぁと、ハッシュタグ付きでツイートしてくれてます。由美由美さん、由美、あの、お誕生日プレゼントありがとう。そっか、先週ね、ご飯したの、郵便と。お、よかったね。そうだ、したいって言ってたもんね。したいって言ってて、そしたらね、したしようって言ってくれてて、よかったよかった。おー、美味しかった。何食べたの？パスタ。あ、パスタね、パスタ食べた。よかったよかった。プレゼントありがとう。またまた5人で集まりたいよね。5人、勇者。ああごめんごめん、違う違う、ね、ファイブスターズどこの、ごめん、そうだ、5人多い方から勇吉、勇吉みたいな。あ、でもあの、大橋彩香っていう選択肢もあるじゃん。そう、そっちね。いろんな、そう、いろんなね、ところにこう、ダブってるからね。お半分があるからね。そう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 。いろいろあるからね。うん。じゃあ、5人で。集まりたい。また三森さん家に行きましょう。これ持ってこう。え、うん、え、それそれまでにしぼんじゃわないから大丈夫かな。私、言われるかな。そうだね。そうだね。ありがとう、ありがとう。これ、よくくっつくね。あ、これ、紙につけてるの。すごいね。紙にね。うん、風先輩の色だよ。風先輩の色だね。すごいね。CG みたいだよ。PV みたい、なんかこう。あ、こういう、こういうのある。まあ、よく言えば PV みたいだね。ラジオネーム。黒野さらさんからいただきました。そこ全力なのね。ともちゃん、パルニャス、こんばんは。こんばんは。そして、パルニャス、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。この1年間、声優としてたくさんの素敵な作品と出会いがあったと思います。うん、パルニャスは本当にその一つ一つの作品を大切にしてらっしゃいますね。私はパルニャスの作品を大切にしている姿や思いを知り、より一層好きになった作品がいくつもあります。本当にパルニャスの作品愛尊敬しています。それではここから始まる、このから始まる1年も素敵な出会いがあるといいですね。これからも応援しています。お祝いにケーキを作ってみました。ちょっと失敗しちゃいましたけど、絵と文字はチョコレートで描きました。よかったら見てくださいって書いてある。うわー、これ出た出た出た、これ、ありがとうございます。これですね。これね、実はね、生放送が始まる前に、直前10分前ぐらい、そう、パルニャスとですね、携帯の方でですね、パルニャスにこれを見せてもらって、そう、すごくないって言ってお話ししてたんですよ。これね、うちのお母さんがね、うん、送ってきてくれたの。ファンの方が、うんうん、こんなケーキ作ってくれてるよってお母さんがくれて、まあまあ、保存してた。ありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、黒野空さんだそうですよ。黒野空さん、黒野空、私黒も好きです。しかも男性かな、ちょっと男性っぽいね。すごいすごい器用、こんなに絵が上手なんだね。アニメーターさんみたいな。募集中です。え、何を？アニメーターさん。え、何、何の作品でアニメーターさん募集中？ごめんごめん、応募先が、応募先がない、応募先がない。あ、ちょっと心の中のアニメーターさん募集 中、 アニメーターさん募集中ね。嬉しい、ありがとうございます。なるほどね。ということで、初めて生放送だとね、うん、初めてのゲストなんですよ、パルニャス。いかがでしたか？本当、私で大丈夫？あ、終わった？もうすぐ終わる、もうすぐ終わる。どうだった？え、めっちゃ楽しかった。あ、よかったー。私今日ね、もう、ともえちゃんとね、キャッキャキャッキャできると思ってね。あ、本当に？そう。嬉しい。だからね、もうね、キャッキャキャッキャしてね、すごい楽しかったです。イエーイ、キャッキャキャッキャしました。キャッキャキャッキャ。すごい、すごい、ともえちゃん好き。ありがとう。好きだからこれつけちゃう。
あ、着いた。すげえ慎重に行かないとな、これ。ということで、お知らせを巻き気味でお願いしてもいいですか。はい、テレビアニメ、ハイト幻想のグリムガル、毎週日曜日24時30分から、いろんなところで、ね、放送しているので、よろしくお願いします。テレハルカさんとお送りしてきました。パニアスはこの後は2トークにお付き合いいただきます。そして明日はですね、深川シリエちゃんがパーソナリティを務める深川シリエの5スターズをお届けします。ぜひ明日も聞いてください。A&G ネクストブレイクス5スターズ、月曜日のお相手は黒沢智恵とゲストの、テレハルカでした。また